ドキドキドキドコロ。秋に入り、沖釣りをにぎわすカワハギ。秋から冬にかけては肝を持ち、釣ってよし、食べてよしで人気を集める。そんなカワハギを狙いに、坂本智子と百瀬美咲が千葉県金谷港にやってきた。今日はカワハギ、釣りって聞いて、でも私やったことなくて、大丈夫ですかね？カワハギ釣りは本当に楽しい。楽しい？でもやっぱいろいろコツがあるから、今日あの飯田さん、この間一緒にしたに教えてもらおう。あ、じゃあ後で合流して、はい、よろしくお願いします。2人に同行してくれるのは、東京湾の釣りに詳しいご存知、飯田澄夫さん。どうなんですか、最近釣れてますか？あの今シーズンは、ね、結構出だしから良くて、あの肩も大きいのも釣れてるんで、楽しめると思うんで、ただね、このカワハギって餌取るのがすごいうまい魚なので、まあ釣り方、まず基本的なことをやって、ちょっとずつステップアップできたらいいのかな、そんな感じで行きましょう。はい、お願いします。東京湾のカワハギ釣りは好調なようで、期待が高まる。まずは初挑戦となる岬のためにタックルについて紹介してもらおう。これがね、あの今回使うタックルです。竿はね、カワハギ専用竿、まあいろいろな魚種によってその専用竿ってあるので、今回はね、このカワハギ専用竿で、で仕掛けがこれもですね、カワハギ専用の仕掛け。なんかちっちゃいですね、針とかも。餌取り名人って呼ばれてて、まあ、口がちっちゃいから餌をすぐ取ってしまう。例えばね、あの慣れてる人なんかでも、例えばこう仕掛けを下ろしてって海底に重りがトンってついて、あのもうその瞬間で餌がない場合ってあるんです。それぐらい早い。早い。そう。そんなに。こう落下に合わせてもう食べちゃう。はい。瞬時に。だから例えばあれなんか当たりないなってあげると、3個とも餌がもう全部ない。この魚だいたいいれば餌を取るんで、もう捕らえた時はもう下にいるんだなって。今日使う仕掛けの重り、カワハギって動くものとか光るもの、すごい興味を持って、例えばこうやって上から降りてくるでしょ、一番最初に目につくのがやっぱり重りなんです。まだね、ここの他にもいろんな色があるんだけれど、その時によって例えば気分で変えてみる、このピンクを使ってて、なんか当たり少なくなったなと思ったらゴールドにしてみるだとかすると、またなんかね違うものが降りてくるんで、興味を持って寄ってくる。ここにもビーズついてますもんね。そうそうそう。あ、本当だ。ほら、ね、カワハギがどういうふうに動くか、ダイバーさん潜ったようなこともあるんだけど、これを興味を持って、で場合によってはこういうビーズをね、こう食べてる場合もある。食べれると思って。かわいい。で、この重りもつついてくるんだ。カワハギは好奇心旺盛なので、仕掛けをうまくアピールすることが大切なようだ。主に砂地の海底に生息するカワハギ。今回は水深13から20メートルのポイントを攻める。飯田さん、あのポイントについたので、私は先にやっちゃいますね。つ、てください。はい。教えてください。いや、まだ教えられないです。ちょっとやってきます。やった、久々だな。釣り方を知っている智子は、ポイントにつくとすぐに釣り始める。一方、岬は飯田さんに基本的な釣り方を教わる。まず、餌の付け方。でカワハギ釣りで使うのはこのアサリのむき身を使います。まあ、決まりはないんだけれど、このアサリを使うというのがカワハギ釣りでは一般的で、まずね、漬け方なんだけど、水管と呼ばれているこの部分のちょうどこう真ん中ぐらい、まずね、こう針を抜いてあげます。で次にね、このベロと呼ばれているこの上のこの硬い部分、ここにもこの、まあ、真ん中ぐらいにこう針を入れてあげます。でこう抜いて、出てきた針をぐるっと回して、このここにおいしい肝があるんです、アサリの、まあ、綿の部分、この
そばに針を持ってってあげる。なぜこうするかというと、その餌取るのがうまいので、例えばね、適当にこんな状態につけてると、はい、こういうとこつつかえて捕らえちゃう。釣り方なんだけど、はい、もうほんと基本的にまずこの重りを持ってて、重りを、まあ、軽く離してあげる。でこうぶる下がった状態になるでしょ、はい、この状態からこのクラッチを切って海底に下ろしてあげます。カワハギってね、結構海底近くにいる魚なので、はい、まず重りをそこにつけてあげる。今ほらこれもう一回いくよ、はい、ちょっと上からねこうやって下ろしていって、ほら今これついたでしょ、はい、そこについたら、あの例えばね、そこについた時にこれぐらいの状態だと当たりがあった時って合わせづらくなっちゃうので、少しね竿先が下ぐらいのところです。今そこにこうついた状態、はい、これぐらいで今当たり、ほら当たってる、なんかほら、あ、本当だ、ほらほら釣れた。これがね、あの引き合わせという釣り方、はい、このゆっくり引き上げて当たりを取って針がかりさせる。そうですね、ゆっくりでしたね。そうそう、えほら、えいいサイズだ。すごい、はい、お、外れた。今のがね、まあ、カワハギ釣りの中では結構基本的なその、まあ、引き合わせの釣り、引き釣り、引き釣り、はい、なんかあんないきなり釣れるとテンション上がりますね。あ、すごい、かわいい。全然ザラザラ、魚じゃないみたい。いやほら、歯がすごいでしょ。この歯がやっぱりすごい危ないんで、例えば指入れちゃったりすると噛み切られちゃうんで、それだけも本当に気をつけてもらわないと。すごい、ちゃんと角があるんですね、うん、これもやっぱすごい鋭いんで、例えばね、釣り上がった時にキャッチしちゃったりとかして刺さったりしたら危ないから、はい、それだけはもう気をつけてもらって、はい、安全に楽しみます、はい、飯田さんはその後も基本的な誘い方を伝える。そこに着いたら、まあ、いろんな釣り方あるんだけど、叩いてあげます。こうやって叩き釣り、叩いて、仕掛けと重り全体をこう動かしてあげる。これがね、誘いになって止めます。ほら、はい、今当たり出たでしょ、はい、またこう誘ってあげます。止めた時って一番魚が餌を食べやすい状態。あとは叩いて、さっきはこう止めてみてたんだけど、今度垂れめてあげます。こうやって糸を送ってってあげる。叩いて垂れめます。お、ほら来たよ。カワハギかな、何かな。あ、ウマヅラだね。ウマヅラハギ、上がるかな。おー、上がった。はい、お、ちょっとね、魚がね、ウマヅラハギだったんだけど、まあ、たるませる釣り方はああいう感じでやります。はい、3つの誘い方を覚え、組み合わせれば十分釣ることができる。基本的な誘い方を知った美咲は、いよいよ実調に移る。第1投目、はい、お、下ろします。はい、はい、わー、あんなすぐ来るといいなー。あ、着いた。お、着いたね。誘いは一番簡単な引き合わせからチャレンジ。どれくらい上げたらいいですか。もうだからね、決まりがないから、もう自分で好きなようにとりあえずやってもらう。はい、あ、おお、待って待って、え、これ来てますね。来た、巻いて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 。はやー、重っ。来るかな、カワハギ。お、いいよ、そのまま。おお、2匹釣れた、2匹。すごい柄が来た。これ何ですか。下はね、これイシダイの赤ちゃん。かわいい。イシダイとカワハギ。カワハギ、うん、やったー。いきなり釣れた。かわいいサイズ。ネックレスにした。かわいい。釣れたね。すごい、こんなちっちゃいのから本当に大きいサイズまでいるんです ね。これはね、小さいんで、また大きくなってから、はいはい、逃がしてあげます。はい、はい、サイズは小さかったが、いきなり釣れて幸先良い滑り出し。一方、
トモコはどうだろうか。大きそう。あ、中間サイズですね。結構引きましたけど。はい。さすが。ちょっと。すごい。ですか。カワギちゃんちょっとだけ大きくなったのかな。なってないのかな。順調に釣果を重ねるトモコだが、カワハギは餌取り名人。時にはいつの間にか餌がなくなっている場合もある。早い。もうめっちゃ餌つけ忘れたの。餌つけてましたよ私。取られたんです。はい。ないでしょ。すごいたくさん当たりますね。もう今ね釣り始めて少し時間経ったんだけど、はい、どんな感じで釣ってます？私今日はですね、もう底ついたら即もう一回上に上げて上げて、であとはもうなんかゆっくりやったらすぐ取られますよね。今日すぐ取られる、うん、なんか早めに誘ってます。動かしてトン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 って、はい、動かして、じゃあもういつの間にかないですね。ない。ね。でも釣れた時は当たり結構よく分かって、そうですね、うん、ちっちゃくてもしっかり今当たってますね。はい、釣れた。あれいないかも。逃げられた。かいかいかい。あれ逃げられた。食い逃げされたぜ。くそ、全部取られちゃった。逃げられてしまったが、これぐらいではめげない。その後も休まず竿を出し続ける。おお、あ、あ、あ、来た。かいかいかい。なんだ飯田さん、飯田さん、これ何ですか？ベラです。ベラ、ベラ。ターゲット違うけど、ベラが釣れました。カワハギがいる棚には、いろいろな魚がいるので、ゲストはつきものだ。イシダイの赤ちゃんですね。かわいい。でもこの子はちっちゃすぎるので、ちょっとさよなら。これだけ魚を見せつけられると、黙っていられないのが釣り人心情。飯田さんも釣り始める。すごい色ね、これ魚だらけだね。魚だらけですね、本当に。お、イシダイ。お願い、カワハギにしてもらっていいかな。お、当たってる。出たよ。お、大きそうですか？ちっちゃそう。ちっちゃそう。石台だねこれ。本当だ。はい。はい。石台でした。石台の群れにはまってしまった二人。なんとか避けられるだろうか。石台メインになってますね今。カワハギを釣りたいよいっぱい。よく釣れる。よく釣れる。それカワハギですか？カワハギみたいだね。ほら、カワハギ。そっちカワハギ行きますね。私はなんでイシダイちゃんなの？ゲストも多いが、次々にカワハギの姿が飛び出す。
この後も期待が持てる展開だ。ネックレスにしたい。かわいい。釣れたね。